それでは本日は2016年モデル、ジャガーの XE をご紹介させていただきます。こちらの車の売りとしましては、まずオプションが総額で約55万円のオプションがついているんですけれども、外装色のまずアルティメットブラック、こちら約9万円ぐらいのオプションになっております。アルミなんですけども、こちら18インチのアルミ装備しておりまして、こちらもオプションになっております。タイヤの溝もですね、まだ8分山ほど残ってますので、この車までに交換の必要は全くないかなと思います。車両状態につきましては、走行距離4000キロですので、目立った外傷というものは特に見当たりません。続きましてトランクルームをご説明させていただきます。リアシートですね、倒すことできますので、倒していただければゴルフバッグ2つは余裕で入ります。省力等にはもう全然使い勝手のいいお車ですので、ご検討いただければと思います。あとはこちらパークセンサーも装備されてますので、交代時も安心して行えるかなと思います。はい、続きまして内装ですが、内装はベージュのアイボリーレザーですねになってますので、非常にかっこいい仕上がりになっております。また使用感もですね、ほぼほぼない状態ですので、非常に状態がいいお車と思います。リアシートですが、使用感は全くないんですけれども、成人の方がちょっと乗ると窮屈かなと思います。はい、それではエンジンの方を始動させていきます。こちらスマートキーになっておりますので、こちらの鍵を持っていただいて、こちらのエンジンスタートになります。シフトがですね、中央にあるんですけれども、飛び出てくるんですね。これが非常にかっこいい仕上がりになってるかなと思います。アダプティブクルーズコントロールがついてます。前の車との車間距離をとって、追突しないように自動で、スピードを調整していただける機能もついております。あとはメリディアンのサウンドが装備されてますので、運転を楽しみながら音楽も楽しめるかなと思います。走行中はですね、テレビの方は見れないようになってるんですけれども、こちらのボタンを押していただきますと、助手席側からは、テレビが見えるようになって、運転席側からはナビが見えるようになっております。こちらでノーマルモード、ダイナミックモード、エコモード、ウィンターモードと、4つのパターンで走行モードを変えられます。こちらにですね、 ETC の方もセットアップされております。はい、あとはステアリングはですね、こちらにパドルシフトも装備されてますので、運転時にマニュアルモードもできますので、そちらも楽しみいただけるかなと思います。あとシフトをリバースに入れていただきますと、サイドモニターとバックモニターが表示されます。はい、それではジャガー XE いかがでしたでしょうか。走行距離4000キロということもありますので、車両状態に関しましては文句なしの一台だと思っております。また納車後もですね、新車保証残っておりますので、平成30年9月までですね残ってますので、ご納車後もご安心してお乗りいただける一台かなと思います。あとはそうですね、優勝保証も弊社ご準備してますし、またボディーコーティングも受けたまっておりますので、ご納車前には本当に綺麗な状態でご納車できると思いますので、ご検討いただければと思います。それでは本日は2016年モデル、ジャガー XE のご紹介でした。ありがとうございました。